今月号また高市早苗独占式、はい、これがまた実に面白いんですよ。はい、で今ですね、総裁候補大事なのはやっぱ国家間ってすごく大事だと思うんだけど、はいうん、その河野さんとかですね、はい、まあ岸田さんもそうですけど、はい、国家間語らないですよね。国家間ないですよね。語らないですよね。語らないですね。だからこれは本当に一番大事なことなんで、はい、今月まあはい高市さんにですね、はい、書いていただいてるわけですけど、はい、これがまた非常に面白いんだよね。うん、高市さんが1回目の選挙落ちたんだけど2回目の選挙に出る時に、まあ、反対もある中で、まあ、出たわけですけど、はい、そしたらある日お父さんがですね、はい、寝静まった後に帰宅するとね、うん、彼女がキッチンのテーブルの上にお父さんの手紙があってですね、はい、俺の退職金は選挙費用の足しに全部使ってよいと、うん、イライラせずに自信を持って握手お辞儀を忘れるな、気楽にやれと、うんはい、いいお父さんですね。そうですね、うんはいこの出だしからしてね、はい、感動的なんだよ。そうですね。いいお父さんですね。なかなかそうは言えないですよ。はい、その、はい、娘ですからね。そうですね。退職金ですからね。そう。はい、で週刊誌の記者が全く身に覚えのないことで中傷する記事を書こうと実家まで押しかけていたと。であんまり失礼なことを言うんでですね、母が玄関口で追い返してしまったらお父さんがですね、後で。記者さんだって仕事で来ているのだ、暑い中を東京から来られたのだから冷たいおしぼりとお茶を出して休んでいただくのが礼儀だろう。これはなかなかできないですね。これ怒るよ普通ね。普通は怒ります。お母さんのが正しいと思います。できた人ですけどね、お父さんね。まあでもいつかその記者さんを味方にしなきゃいけないっていうのがお父さんのまあまあそうだね。それはあるかもしれないでしょうね。まあでも左翼ってずっと左翼ですからね。悪いことしか書こうと思ってないやつはずっとそういうのばっか狙ってて、うん、いいそうお茶出すお茶ぐらいじゃダメだ。お茶ぐらいじゃ全然ダメだと思います。おしぼりはお茶ぐらいじゃダメだと思いますよ。ああ少年が腐ってますからね。本当に。はい。皇室のことも書いてまして、はい、世界一の皇室をいただいていると書きましたと。うん、数えきれないほどの国民が両陛下をはじめご皇室の方々から希望や勇気を与えていただき、幸福な時間を賜っています。改めて日本に生まれてよかったと思いますと、うん私は日本人はご皇室の方々のお喜びも悲しみも我がことのように受け止め敬慕の心を持ち続けていますと。で要するにですね、認証式とかなんかでですね、陛下と対面することがあったわけですけどね、はい、高市さん何回もね。うん、で、ある時にですね、陛下の中小企業視察にお供をさせていただいた折にも工場で働く方々一人一人に気を配られるお姿に感動しました。ご一緒にいただいた昼食は社員食堂メニューのカレーライス。なぜか目の前にはナイフとフォークとスプーンが置いてあり、陛下の前で食作法を間違えては大変だと思い息を詰めて陛下のお手元を見つめていました。なぜね、カレーライスなのにナイフとフォークはいらねえだろうと思うんだよ。はい、ですね。でカレーライスの召し上がり方は私たちの同じで普通にスプーンをお使いでしたって言われたからね。安心したなと。はい、若い頃に大変な失敗をしてしまったこともありますと。元旦に宮中で催される新年祝賀の儀に参加した折、常陸宮正仁親王殿下が「高市さんは鳥は好きですか?」とニコニコしながら声をかけてくる。はい、そしたらですね、園遊会の会場で振る舞われる焼き鳥が目に浮かび「はい焼き鳥は大好物でございます」と申し上げた途端に親王殿下のお顔が曇り静かに離れていかれた。親王殿下が日本鳥類保護連盟の総裁であられることに思い立った時には遅かった。はい、無礼の限りで今も深く反省しています。はい、焼き鳥が大好物でございます。もう驚いただろうね。そっちかと。そういうこととかね、なかなかねこの。エピソードフルでね、この高橋さんの文章面白いんですよ。キャラクターがね、出ますね。そうなんですよ。そうそう、高橋さんらしいですよね。それからまあ松下政経塾に入った時の話とかね。松下さんはなんか人の顔を見て選んだと、性的とかそういうことじゃなくてね。塾生に対して人生には賭けを伴う決断というものがいくつもあるというお話でですね。勝つか負けるかわからないような時にはやらなければいいのです。大事なことについて勝つか負けるかやってみなければわからないというのはむしろおかしいのではないですか。私は失敗するかもしれないけれどやってみようというようなことは決してしません。絶対に成功するのだということを確認してやるのです。何が何でもやるのだという意気込みでやるのです。そうは言っても選挙でもビジネスでも強い意気込みを持って臨んだところで必ずしも良い結果を得られるとは限りません。松下さんはこう言う。成功するしないにかかわらずやらなければならないという仕事をしてきた。そこには非常に強いものがありました。諸君もこれから世の中に立っていくわけですが、私の経験から言ってもやはり信じて行うということでやらなければいけないと思います。で、松下さんのこれがまあ非常に、言葉で大好きな言葉だと高井さんが紹介してる。いいですよこれ。春があって夏があって秋があって冬があって日本は良い国である。自然だけではない、風土だけではない、長い歴史に育まれた数多くの精神的遺産がある。その上に天与の優れた国民的素質、勤勉にして誠実な国民性、日本は良い国である。こんな良い国は世界にもあまりない。だからこの国をさらに良くしてみんなが仲良く身も心も豊かに暮らしたい。良いものがあってもその良さを知らなければそれはなきに等しい。もう一度この国の良さを見直してみたい。そして日本人として誇りをお互いに持ち直してみたい。考え直してみたい。総理大臣については次のような言葉を残されています。誰が総理大臣になろうともこれだけはぜひとも備えていなければならない第一の要件は何かといえば、私はその人が国民を一様に愛しその国を真に繁栄させようということに力強い信念を持っていることだと思うと。はい、だから高橋さんもこういう気持ちでね、やってるんですね。松下さんに僕は成功の秘訣は何ですかって聞いてくる。はい、あ、そうですか。成功の秘訣は何ですかと。はい、ね。はい、成功するまで続けることです。ああ、はいはいはい。そうなるほどな。なかなかね。なるほどと。まあ松下幸之助さん自身が政治家になろうとしたけど周りから止められたから政経塾を作って日本を良くするためにっていうふうになったんですよね。そこから出てきた政治家がどうかっていうところですね。まあ高橋さんはいい政治家だと思いますけども。今松下さんの言葉のようなことをまあ。高橋さんもまあ思って県警に服用してですね、まあ総理大臣目指してるわけですからね、これはね、この独占主義、我が国家観、日本に生まれてよかった、これぜひ読んでいただきたいですね。この写真がまたすごくいいの。このなんか柔らかな顔でちょっと痩せてるから高橋さんの顔剣があるんだけど、最近すごくふくよかになってるのがいいですよね。この笑顔。サッチャーと会ってたんですね。サッチャーが目標ですからね。日本のサッチャーになりたいと。はい、アメリカだって総理ではない、大統領、女性じゃないですから、先に日本の方がなったっていうのはすごいですよね。まあ世界的に話題になりますからね。なります。日本が女性進出の遅れてると言われてた日本がね、総理がなるのかということでですけどね。はい。その石橋さんが菅総理退陣の全部舞台裏、これもなかなか面白いんですよ。面白いですね。これぜひ読んでほしいんですけど。でね、刻々と流れる時間の中でね、どういうふうに政局動いたかって、これはなかなか面白いんだよ。だけどね、その石橋さんがねすごく心配してるのがね、最後にあるんですけど、自民党の未来には暗雲が立ち込めていると。衆院選に大勝すれば今度ね、まあ変わってね、岸田さんになるか高橋さんになるか分かんないけど、まあ選挙もね、多分勝つでしょう、これね、この新鮮な感じで、新しい内閣を組閣して、そうすると、衆院選に大勝すれば、菅首相では選挙に勝てないと騒いでいた魔の3回生たちが、再び当選し、何の反省もなく、魔の4回生となると。ね、そうです。世論は移りやすく、選挙に弱い若手議員も同じく移りやすい。自分たちで選んだトップを自分たちで引きずり下ろす組織は次第に劣化し、やがてカタストロフィーが訪れると。多少衆院選で議席を減らそうとも菅義偉が続投していた方が将来の日本にとって良かったのではないか、私はそう思うと。そうです。まあこう言ってます。僕もそう思います。これでその新しい内閣ができてね、新鮮な気持ちで本当に自民党が勝つでしょ、きっと。少なくとも負けないでしょうね、菅さんが言われたほどは。そうするともうそのままになっちゃうんだよ、はい、どんどん劣化しちゃうと。そうですね。これは確かにさ、はい、石橋さんのおっしゃってるのが正しいというか、そういう危惧はあるよね。ありますね。いやだってね、1年前は菅さんにみんなでしようってやってたのに、菅さんじゃ勝てないからだって言って結局若手が言い出したから、若手が言い出したし、安倍さんとか麻生さんとかも抑えられないんですよね。若手がなんせその魔の3回生以下が4割ぐらいじゃないですか。多数派になりそうなんですよね、次から言ったら。そうだね。